俺が唯一人生でアンケート勝てない先生。誰にもアンケート負けたことないんですよ。これで一発ちょっと俺ももう同心としたほんとカス扱いですよ。そうなん、いやもう本当に本当にゾクゾクしたしワクワクしたし、勝った時の快感っていうのは時給7倍ぐらいに跳ね上がって、では始まりましたモチエチャンネルです。今回はですね、再び関先生にお越しいただきまして、今回はですね関先生が予備校講師になるまで、前回まではですね、その大学入るところの話をしたんですけども、今回はそうですね、大学生の時に塾バイトを始めるんですか。そうですね、もう僕高校の時いくつもバイトしてて。あ、そうだったんですね。そう工場で働いたし、あと弁当屋でも働いたし、あ、そう、俺最近あの宣伝しちゃいますけど、あのオンラインサロンを始めて、あ、はいはい、そこでめっちゃ喋ってるんですよ、はい、でまあ高校の時こんなバイトしましたよとか喋って、そうでカレー屋ココイチでも働いてたし、そうじゃあ関先生のですねオンラインサロンも貼っておきます。ありがとうございます。本当にチェックしてください。でそこでまあバーッと喋って、やっぱ塾講師が時給がまあやっぱね、はいはい、まさに桁違いだったので、もうやって始めたんですよね。でもいきなり慣れないで、最初家庭教師。あ、ほうほうほう。家庭教師で、家庭教師って登録しても来ないじゃないですか。でも部活だからなんか5、6カ所登録して、はいはいはい、で急にいきなり全部来ちゃってみたいな。で家庭教師何人かやって、はい、でちっちゃい塾で働いて。教えてたのは何だったんですか、家庭教師。家庭教師はね、全部。英数国理社。あ、そうですね。数学得意でしたからもう。でももうあれ全部やんなきゃいけないですよね、基本的に。国語できないって言われたら国語やんなきゃいけないし、はいはい、ただまあ、家庭教師やって、もうほんと数少ない経験だから、ほんとすごい成績は全然もう1とか2の連発の子ばっかだから、まずはもう英語と数学、あと漢字、うん、なるほど、はい、うん、理社なんかやってる余裕ないし、うん、っていう感じで、それぐらいだったら余裕ですよね、そのレベルなら、うん、で全部教えて、だ教えるっていうか、何歳ですかね、好きそう。そう、ペンを持たせてあげる。すごいじゃん、ペン持ててんじゃん今日みたいな。途中からねコツを得てきたから、やっぱ最初は B 同士と一般同士は区別しなきゃいけないと、一生懸命してももう入ってこないから、はいはい、いいじゃんなんてウェンズデーって限るようになったじゃんみたいな。なるほど。そうでそれやって、でもやっぱそれのやれることってそれじゃないなと思って、うんうん、ドッグが書けないのね、はいはいはい、ボッグって書いて B って書いて、はい、そうですね、そうだからちょっとそれはそれでいいんだけど、俺はそれじゃないなって思ったんで、うん、塾いっぱい、あの当時フロムウェイとか、あ、はいはい、見まくって、で塾いっぱい応募して、でちっちゃい塾から個人塾から、でまあいい大きい塾まで、で初めて、だからまあ最初はもう時給と、あと自分の得意能力、はいはい、あとやっぱ時計が逆に回りましたよね。つまり工場とかで働いてると、あと15分あるんだったのに、塾やってると、あ、もう15分しかないみたいな。そうなんです、伸ばしていいみたいな。これ本当あるあるです、本当にそうです。僕もそうですね、高校時代ね工場やったり、まあ大学もそうですね、工場も働いたことあるんで、時間がすごいですよね、あの時間。もう全然ね時計がもうなんかなんとか理論になるんじゃないかなみたいな。でも時間外労働やっちゃうし、はい、はい、そうですね、楽しかったですよね。ああ、そう、塾楽しかった。塾ではもういろんな教科を教えてたんですか。塾はちっちゃい塾は教えてました。英数国理社全部教えてた。だから英語やりたいですって、いやもう埋まってます、ところで君数学できる、まあできますけどそれなりにっていう。そうですね、英語がね埋まりやすいんですよね。そうあるあるです、これもね。そう本当に。あとは英語教えて、文系教えてると社会教えなきゃいけなくなるし、はいはい、僕もそうですね、英語でって言って入りましたけど国語社会でしたもん、うん、そうですよね、そう、まあ、中学生だったらなんとか、はい、まあ、そのプロフェッショナルの方たちには及ばないけど、うん、ね、国語の中学生のプロとかにはそれなりには。なるほど、うん、高校生たちに教え始めるのは、これはね大学4年の時にちょっと入ったぐらいかな、はい、あの埼玉市の北浦にある塾、はい、ラサール進学教室って言うんですけど、うん、もう今もバリバリ塾はありますけど、はい、うん、そこがすごい規模が大きくて、当時中3だけで200人いるような、すごい、言っちゃっていいのかどうか分かんないですけど、ね、まあ、昔の話ですから。で高校部もあって、でそこでちょっと高校生やらせてもらって、俺最初から日本史教えに行ったんだ、そこに。そうですね、時給がすんごい良くて、へえ、日本史講師大学生で教えられたことないから、はいはい、そしたら日本史が埋まってると、うん、うん、で後に分かったんですけど、僕の同級生というか、はい、がずっと日本史を教えてて、あ、でもなんかそいつの教え方と場所見たらこれもうかなわねえやと思って、で数学じゃやりたいって言ったら、そこに数学の今でも尊敬してる数学の先生がいて、はい、俺が唯一人生でアンケート勝てない先生なんですよ。そう、誰にもアンケート負けたことないんですよ。4.98 なんですけど、その先生も 5.0 しか出さないみたいな。でその先生の授業、まあ、当時は分かんないけど、パッと見た時に、あ、これ無理、勝てないと、うんうんうん、でなんか英語、あんた英文科なんだから英語教えなさいよって言われて。そうですね、英文科でしたね。そういえば英文科なのに日本史を応募しに行ったっていうのもまたすごいですよね。そうです確かそうですね。でそこで英語を教えて、中学生から教えて、たまに高校生を教えさせてもらって、ああ、そうって感じ。そんな感じで、だから大学の時ちょっと教えて、
で大学で そこで働きまくってたんで多分50万ぐらい回ってたんですよ月。あ、なるほど。は大学も6人ぐらいで、はいはいはい、ずっと塾で働いてたから。で大学卒業して3ヶ月ぐらい金あったんでプータローやって、はいはいはい、その塾通ってて、はいはいはい、でさすがにその50万で別にすぐなくなりますよね、若者が毎日酒飲んでたら、はい、で新聞広告見たら永田塾の応募があったんで、おお、これで一発ちょっと俺ももう投信コースだみたいなもう調子に乗ってたんでもうそんなに結果は出したんで、で応募したら別に実力が変われたわけじゃないんですけど、はい、若いってだけで採用されて、永田達郎からしたら新築人以外何者でもないって、はい、もう本当カス扱いですよね。そうなんですね。いやもう本当に本当に永田の紹介どうもが踏まえて投資にも行くわけですよ、はい、でまあ有名な先生たちもいるわけですよ、はいはいはい、で当時は先生、あ、ちょっと分かったからこれ何かあったでしょうね P 先生、うん、P 先生が、はい、バーッと出てて、はい、若手のホープとしてね、はい、あともちろん大御所たちがいっぱいいて、はいはい、で講師室行くと生物の田辺先生とか、はい、世界史の斉藤先生とか、うん、あすみんなサインくださいとかでちょこんと座って、結局最初生徒2人だったのに60人ぐらいになったのかな。そうですね、生授業やってた時代ですよね。そうそうそう、最初生徒2人ですからね、どうやって教科出すんだよと思って、永田の看板を汚すわけにもいかないし超頑張って、うん、で60ってあれはすごいやっぱり頑張ったなと思うんですけど、でもそんなのあっても永田に怒られるんですよ。調子乗ってんじゃねえよみたいな、それぐらいでかいとか言ってね、席がスタートライン。はあ、なるほど。で当然親が挨拶しに来るぐらいじゃダメだと。でその上でお前永田塾の仕事してんのかみたいな。なるほど。してませんみたいな。すごい。それ2年間ずっと。強くなりますよ。予備校行ったら授業しかしなくていいんでしょみたいな、30コマ余裕っすよみたいな、まあ、余裕じゃないけど、はい、授業やってるでしょ、電話鳴ると出なきゃいけないんですよ。はいはい、誰もいないから。はいはい、みんなやめちゃうから暗くすぎて営業とかでガシャンって切ったりとか。それ月給21万5000円だし、365日勤務ね、はい、休めるのがないんですよ。ダメだっつって俺無理だと思ってやめますっつって、まあブラックブラックって言って別にやめさせてくれるん で、まあ、なるほど、はい、器の大きさが半端じゃないから、うん、だからそれぐらい当たり前でできるだろう、コースだったりやれよっていうスタンスなんで、うん、でまあ僕にはできませんと、うん、でそこから修営予備校、あ、はいはいはい、だ投資には出てましたけど本格的に自分の名前でちゃんと出たのが主演美子。なるほど。26歳ぐらいから、はい、で最初からもかましましたよ。そうですね、うん、ボーンと来ましたもんね、うんうん、そう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 、だ予備校論になるんだけど、はい、あのよく僕途中から結構突然ブレイクしたとか言われることあるんで、まあ、それ言わないけど、はい、ブレイクってないですよ基本的に。授業うまいです、最初からうまいから、うん、もう初日から絶対うまい。なるほど。ただ何かの理由で世に出てないだけで、うん、でそこから急に上手くなったわけじゃないし、自分で言っちゃいますから最初から上手かったしっていう、うん、なので主演は良かったですよ。最初だから 4,50 人いたから、はい、4,50 いればできますよ。で3ヶ月で200人にして、はあ、昔は戦えましたしね、予備校講師。僕が持ってる例えば英文読解の講座が3つあるんですよ。そう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 、で俺がいて、で裏にもヨゼミ河合と掛け持ちしてる講師がいて、はいはいはい、でもう一人はなんか超お姉さんキャラみたいな、はいはい、優しい先生がいて、もうあの時この手です生徒はもうその3つから選ぶわけですよね。そうなんですよ、ぶつけられたぶつけられた。ただ俺も永田達夫とぶつけられてたから永田塾って永田達夫を求めてくるわけでしょ、はいはい、そうね、一応慶応は出てるけどなんか新卒のなんか席とかで知らねえ野郎は当たり前じゃないですか、はい、当時無名なのは。でも人間永田と比べられてたからもう別にあのどこぞの予備校講師なんかとってもじゃないですよ。あれはでかかったですよ。なるほど、そうですね、うん、今同じ時間にね同じ講座とかないですもんね。そう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 、あれはねでもねゾクゾクしたしワクワクしたしですよ、ね、勝った時の快感っていうのは、あもう味わえないんですよ今の時代。今の時代それはないんです。もうどこの予備校もないですからね。あれは成長するきっかけだと思いますよね、うん、負けたら負けたで得るもあったろうし、うん、え北九州予備校も、ね、そうそうそう、修営2年ぐらいで28歳ぐらいの時に修営来つつ北予備に、はなるほど、それはもう飛行機通勤したいという20代にありがちな。なるほど、はいはい、あとまあすごい待遇いいって聞いて、そうですね、うん、はい、実際待遇めちゃくちゃ良かったです。待遇も良かったし、あと北海はやっぱ認めてくれた。アンケート出したらその前になんかどこの大手行ってるとか関係なく、もうとにかくアンケートと集客と貢献度で、うんうん、だから俺時給7倍ぐらいに跳ね上がった。へえ、すごかった。全部オリジナル単価やらせてくれたし、はい、やっぱ北九州予備校の先生たち未だにやっぱりもう関先生が伝説としてもう常に語り継がれてるって言いますからね。夏期講習のコマが縦6コマで締め切りっていうのがかつてなかった伝説の歴史的記録として今でも語り継がれてるって言ってました。そうですか、嬉しいなそれ。
鹿児島港1年目2003年に開港して2004年新校舎バーン建てて、はい、でそこで一番上のでかい教室いきなり満席にして結構褒められたので、そう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 、でその後博多呼ばれて、はあ、そうそう縦六、縦六は気持ちよかったな、へえ、250人で、はあ、であの座席自由だから、はあ、もう終わった瞬間に生徒があの階段ダッシュしてくる、一番前取りたいから、で転んで骨折みたいなでもね、なんかね骨折したずにありがとうとか言っちゃった座席の取り合いだから、僕よりも上の先生たちがよく言う、はい、なんかオペラグラスで授業を見てた、あ、はいはいはい、ありますよね、はいはい、なんか座席を取るとか、あれの伝説をちょっとだけ味わえた、うん、そうですね、あれはすごい楽しかった、縮小縮小でね、もう2000年入ってますもんね、だってね、入ってます、縮小しちゃってますから、ね、2003年だから北予備ずっと行って、でもまあ北予備は良くも悪くもなんかその地方にあったのが良かったのかもしれない、そうですね、そういう、うん、もう全然イケイケでどんどん拡大していって、うん、で本当に結果出す人間はさっきも言った通り評価もしてくれるし場も与えてくれるし、うん、ものすごい練習になったし、なるほど、午前中は午前中で決まったテキスト、はいはい、で、はい、ありますね、でセンター英語4つ同じのやらされたりとか、やっぱ4回もやったらめちゃくちゃ上手くなるし授業でしかも あそこ上から入れられるんですよ、珍しく結果出すとトップクラスから入れられる、あ、へえ、だから予備校としてある意味健全で、あの先生の授業を受けたいんだったら頑張って成績上げろ、なるほどなるほど、そうですね、だからそう、俺文系と理系のトップクラスしか教えてなくて、でそいつらにセンター教えるんですよ、で期待日だから太郎生いっぱいいるでしょ、はい、そうですね、俺今日すげえ喋んな、はい、いやなんか森さんちゃんと聞いてくれるから嬉しい、あのトップクラスしかいない、これはもう二浪してて生かしか狙ってるとか、はいはいはい、そいつらにセンター教えるっていう、あ、解いたことあるし、うん、もうどうしよう、なるほど、で頭絞って知恵絞っていろんな話してセンターで点取る話もそうだし、それ以上の話して、うん、いや実はセンターはこの程度で解けるけど実はこの分ってこうなんだよとかやると、でうならせてものすごい鍛えられた、なるほど、それはいいですね、うん、そこでいよいよサプリに行くわけですね、そうですね、だから2008年でそれはまた別の動画になりませんからね、スタサプ聞いていきたいと思います、はい、はい、ありがとうございました。